ちっ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 ち。皆さん今日は何の日ですか？まあ見ないでともう過ぎてると思うんですけど、今日は大晦日です。なのでね、僕にとってちょっと久しぶりの実写、まあ一日密着って感じでね、2020年最後の日みんなに見せたいと思います。でね、今どこにいるかというと、家族の家の地下室にいます。地下室でね、ほらあっち側に鏡とかあるんだよ。こうやって行って、ほらあそこにね、僕もう一人いるんだよ。なんか分身みたいだけど、まあ鏡だから分身じゃ。What? OK, 12月、NO! 12月31日の10時37分でございます、朝の。そして僕の家族は今知ってる方も多いと思うんですけど、合計8人なんだけど、今、トムは、いないので、僕以外に6人います。顔も映ってる。あ、さっき。ギミパーン。あの二人フォートナイトハマりすぎ。めっちゃうまいけど。皆さん、大晦日といえば、まあ正月といえば、おせち料理。おせち料理を作っていこうと思います。ダディがめっちゃ運動姿になってるけど、うん、ダディね、運動姿になると出てきて見せたがるんだよ、マッチョさん。何を作るんですか？何を作るかと言いますと、私はもうメモをしてあります。もう何これ、ロブスター？素晴らしいね、これ。あとね、ルルおせちに欠かせないもの、ハッピーターン。僕らが料理を手伝うとこんな感じになります。どうやってこんにゃく作られてると思う？こんにゃく芋っていう芋があってね、それでロジョしてね、こういうことでしょ。知ってるよね、ここに真ん中を線入れるの。真ん中にね、ここを線入れる。ね、そして静かに。いや、違う。あっつ。さよなら。これ使って中に入れたら、さよならって書いてください。さあ、皆さん、よければチャンネル登録、そして高評価、コメントよろしくお願いします。ジュンジュン、ちょっとちょっと Yes! ウー、純が入れたのじゃないやつ、ママ入れたのね、黒いのここにあったの、覚えてる？ここにあった。あー、確かに黒いの、こんなに綺麗にね、やばー。気づいたこと1個言っていい？リコがいつの間にかいない。本当だ。キッチンの片付けする。何やってんの？いつもトイレ行くって言って、トイレ行く。トイレ行って逃げる作戦ですね。ちょっと来なさい。片付け終わった時に帰って。リコに話しかけてこよう。リコさん、手伝いなさい、もっと。めんどくさ。こちらが僕たちが頑張って作ったいちご大福です。これが餅。あー、餅の匂いする。で、これでね、この中に入れる、あの、これをこの中に入れるんですよ。お前はかまぼこ職人みたい。見て、餅、餅です。見て、お前はもう死んでいる。なに、8時半で新年まで4時間切ってるんですけど、ちょっと実験したいことがあります。カイトカズは何をしてるんでしょうか？カイトカズは何をしてるんでしょうか？皆さん、こう予想をコメント欄に書いてください。なんだろうね。やっぱり大晦日乾杯。今年もいい年だったね。そう、まあ、乾杯。来年、良い、いいお年を、良いお年を、皆様、良いお年を。良いお年を。まあ、明日おせちなんでね、夕ご飯あんま食べないでおきます。年越しそばも僕たち食べるんですよ。それ楽しみ。パンのフォアグラに、ハムを、おー。
人生について語った方が順いいと思うんですよね。アディオスクワットとかみんないい子たちでね、いろいろ語ることいっぱいあるので、もっと語る動画とか出せばいいと思うんですけど ね、 なんかね、ご飯食べながら話すとか、うん、だって中学の時に会ったこととかもうママ大笑いしたよ。なんかあの中二病の子が言ってさはい、新年までね1時間半を切ったんです。今僕はね真剣水着やってます全く集まってないっていうね。まだ2枚しか集まってない。あげよね、超面白い時になった1個4枚あら、テスト平均ママがまだ作ってます。すごいね。新年直前までカイトカズは多分フォートナイトやってます。おおおおおお、ただいまね11時45分なんですけど、15分前、あ、食べちゃっていいのもちゃんとした年越しそばじゃないかもしれないけど、そばっちゃそばだから許して。1分半で新年です。ここスペインではね、ブドウを新年になった瞬間、鐘が鳴るんですよ。カン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 って。鐘と同時に、ブドウを12個食べるっていう、12個食べるっていう習慣があるんですよ。食べてみます。吐きたくないです。あ、もう来たよ。あ、もう来たの？あ、もう。あ、あなた、1個ずつ食べるの。2。食べてる？ママ食べるんだ。5個ぐらい入っちゃったね。4。無理だから。無理。イエーイ、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。おめでとう。ハッピーニューイヤー。ありがとう。ハッピーニューイヤー。何携帯見てんだよ、お前。おめでとうございます。ツイートしてんだよ皆さん、明けましておめでとうございます。2021年もよろしくお願いします。さあ、今日1日のブログここで終わりたいと思います。3、2、1、アディオース。